79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Monday. Monday. 皆さん、こんばんは。本日月曜日のハロードライブハロドラは鈴木愛理とジュースジュースの宮本かりんでお送りします。この番組では月曜日から金曜日まで夜11時からの1時間現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきますということですけども、はい、はい、今日はですね、うん、あのウィキペディアの日だそうです。あら、生まれたってことですか。そう、ウィキペディアが2001年の今日にウィキペディアが公開されたそうですけども、うん、はい、あれすごいよね。誰が更新してくれてるんだろうっていう、本当にありがとうございますっていう感じです。本当にね、うん、でもなんかやっぱりそのウィキペディアのですね、あの写真、うん、謎が多い。そうですね、うん、ジュースジュースも未だ7人になってないので。なるほど。そうです、自分で書いちゃおうかなみたいな。自分でもできちゃうってことだよね。うん、なんかちょっと何ですか、なんでこれ絶対本人たちじゃねみたいなやつを載せてみたくありません？確かに詳細プロフィールね。もう本当に何月何日何を食べてたみたいな。そう怖いでもなんかいろいろあるよね。うん、すごいね。プロフィールってさ、どのタイミングで更新したらいいのかわからないときない？そのウィキペディアに限らず、うんうんうん、公式プロフィールって、はい、一番困るのが、うん、好きな食べ物と趣味。わかります。結構変わるじゃん。変わりますねだから結構しばらくね、好きな食べ物パイナップルって書いてある時があって、あんまりイメージがない。ないでしょ。で、私も多分その時のハマってたものなんだよ多分、うん、だから今変わったと思うんだけど、今普通に聞かれたら肉だもん。炊き込みご飯、お母さんが作った。あ、それも好きだ、食べたいな、最近食べてない、うん、って書いてあります。本当？それウィキペディアだよね。ウィキペディアによると最近何にしてるんだろうな。うん、もう肉が好きだ。そうですね、肉が好きだよ。唐揚げが好きだ、お母さんの料理だと。ああ、唐揚げですか。そう、片栗粉でやるのうちの。ああ、美味しそうだな。美味しいのよ。ジューシーな感じで。そう、ジュースジュースだけにね。ジュースジュースだけに。ジューシージューシーっていう時もありましたよね。ジューシージューシー、まあそうですね、あの高山健さんですか。高山健さんに、ね、はい、すごい一時期言っていただいてた感じです。そうですね、ね、はい、なんかあれですよ、これ聞いてる方がなんか更新できるのこと書きましょうよ。あ、いいね。あ、でハロドラのこと書いてもらいたくない？そうですね、ハロドラ1月15日の放送で、うん、鈴木愛理と宮本かりんがハイタッチした。イエーイ、はい、OK、書いておいてください。書いておいてください。ということで、月曜日はこの2人でお送りしていきますので、本日も1時間最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、深夜のパジャマ女子トーク。イエーイ。このコーナーは全曜日共通のお題ボックスに入っているテーマをランダムに引き、それをもとに女子トークをしていきます。うん、お題ボックスの中には各曜日のレギュラーメンバーが聞きたい話したいテーマを入れていきますということで、はい、早速引いてください。引きますね。溜まってますね。すごい溜まってる。よいしょ、引きました。はい、てん、お、ピンククレスの小林ひかるちゃん。引くね、うちらマイクの持ち方にこだわりはありますか、とのことです。ないけどあるらしい、ファンの人からよく言われる。あいりちゃんのマイクの持ち方はこうだよねってよく言われて、はい、わからんってなる、いつも。あんまり鈴木さん、そんなに何ですか、なんかこう特殊じゃないよ、特殊な持ち方はしてないよ、ね、してない気がする。なんか どう思ってんの。もうそうやって言われるとよくわかんなくなって。あ、でもね、小指で支えてる、なんだっけな、私も小指で支えるようになっちゃった時があって、うん、それをやめて。そうなんですよ。どうしてたんだっけな。なんか昔、うん、なんかキッズの頃は、うんうん、マイクの下に小指を入れて支えるやつはなんか生意気に見えるからやめなさいって言われたことがあって、うん、キッズ全員ダメだったの。うわ、でもなんかある時からマイクを持つ頻度が高くなりすぎて、はい、多分もうそんなことよりも自分の口の前で安定させることの方が優先で、うん、はい、多分言われなくなったんだけど、どうやって持ってんだろう。そうやって言われると分かんない。なんかマイクによります。あの大きさとか形とか太さとかによって変えちゃいます、うん、ね、太めのマイク、こう、うん、ヘッドっ
ていう、こう一番ね先端部分あるじゃないですか、うん、声を入れるところ、うんうん、あそこが丸いやつでちょっと重たいやつあるじゃないですか。 あるね。あれは結構あの小指とかで支えないとグラン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 しちゃうんで、うん、やりますけど、でも何て言うんだろう、もはや分かんなくなってきたわ。あでも基本ハロープロジェクトは左持ちですよね、うん、もう左で鍛えられるよね。左じゃなきゃいけないみたいな。そうです、多分グループだからかな、うん、だと思います。ダンス揃えなきゃいけないとかかな、うん、でも一人の時ってたまに持ち帰ったりしない？あすごいします。気づいたらなんかバラードとかで、うん、その2人で歌ってる時とかメンバーで、うんうん、なんか結構変えます。変えるよね。何なんだろうあの感じ。右の方が右利きなのにマイクに関するとなんか右がすごい急になんか慣れてない感じ。不慣れですよね。何なんでしょうかね。でもあるんでしょ、そういうマイク持ち方フェチみたいな人いるらしくて。そうですよね。誰がこれとか言えるらしいですよね、うん、誰と誰は一緒とか、うん、誰と誰は一緒違うとか変えてきたとか、うん、分からん。本人が一番分からんやつ。そうです、本人が一番分からない。そう、ひかるちゃんはどんな感じなんだろうね。どうなんだろう、あるのかな、ね、話してもらえる。でもなんかひかるちゃんもちょっとなんか癖あった気がするな。へえ、普通じゃなかった気がするぞ。ちょっとあんま覚えてないけどはい、じゃあ次いきます。はいはい、夏焼きみやびさんからです。おこの絵なんかすごい。うまい棒何味が好き？私はコンポタージュがおすすめですって言ってみて、うまい棒の絵描いてあるんだけどさ。うわーすごい細かい。すっごい狭いとこに描いたよね。なんでだろう、そんなに紙は大きいのに。ね、ちゃんとコンポタージュ描いてあるよ。すごいすごいけど、さすがだわ。すごいけどそこに何分かけたんだろう。本当よね。すごい細かいですよ。みやびちゃんのやることだよこれ。うまい棒何味とかちょっとあんま把握してない。把握して。でもありもコンポタが好き。コンポタですか。コンポタだったらコンポタのあるじゃないですか、駄菓子屋に。お菓子あるの？コーンポタージュっていうお菓子ある。知らない。それのが美味しいですよ。うまい棒のコーンポタ美味しいよ。本当ですか？1個10円の、うん、そう、あんま自分で買わないけど。そうですよね。みや結構お菓子好きよね。あ、好きですね。持ってますよね、いつも、うん、ちゃんといつもなんか持ってるよね。じゃあ特にないですか、うまい棒に関しては。なんか一度食べたことあるシュガーラスカージみたいなのがあって、ああ意外といけなくなかった、ね、なんか普通だよね、うん、意外とうまい棒じゃなかったよね。なんか普通にシュガーラスク味だったなっていう記憶あります。私もそれ食べたことあるな。うん、そんなもんかな。うん、でコンポタいいよ。コンポタはね、わかるよみやびさん。だけどこう語れるほどのその情熱を私持ってないから、ね、言っちゃいけない感があるんですよ。わかります。うまい棒好きな方って本当に好きじゃない、うん、本当に好きだよね。もう私もそこまでだからな。その情熱がもう溢れ出してて、うん、なんかそんなやつにこうコンポタの魅力を語られたくないみたいな。わかりますか。わかります。いるよね本当に好きな人。そうなんです。だからちょっとね、あの 言いづらい感がありますね。そうだね、やめとこうかこれくらいで、ね、そうですねありがとうございました、うん、そんな感じで、はい、よし、はい、何が出るかな。次もう一個来ましたよ。はい、お中島咲さんからです。ラッキー。冬らしいこと何かしました？冬らしいこと、冬らしい、うん、冬らしいこと、今年寒くない？寒い、超寒いよね。寒いですよねやっぱり。なんだろう、あでもねこの前今年のお正月終わってから生まれ故郷の岐阜に帰ったんです。おでそこをあの行き来をうちのお父さんと弟が運転代わりながら車で行ったの、うん、はい、で犬を連れてったの。飼ってる犬を連れてったんだけど、はい、うちすごいプードルちっちゃくって、うんうんうん、そのプードルが一番激しいからその子を抱きかかえていこうってことで6時間車の中で私が犬担当だったのね。わそれで私の使命はなんか毛布を膝の上に乗っけてあげて、はい、毛布の下に北海道入れて、もうなんかあたかも床暖房かのような場所を作ってあげたのね、はい、犬のために、はい、おそしたら今度自分が動けなくなっちゃって、うわあるじゃん、 なんかいいポジションのなんか穴っぽくなるとこ。あーありますね、膝となんかの間みたいな、はい、一生なんかパーキングエリアについてもコート着れないしその穴ができちゃってるから、うわ寒いしみたいな。そうですよね。それはなんか結構でもねやってあげてる感じはすごく楽しかったし、うん、冬だなって思った。
わかります。それ犬が気持ちよさそうに寝るんだわ。そうなんですよね。うちのジャスミンもそうです。かわいい。そうなんですよ。なんか膝の上に乗っけて普段なら嫌がるはずなのに寒いからって乗ったままになるんですよ。最高だよね。そう、この前初めて犬と一緒に寝たもん。あり、いや本当ですか。ありえなくない？犬アレルギーのアイリが犬と寝るんだよ。大丈夫ですか？大丈夫だったのよ。いや、よかった。冬ってなんか何分泌物減る？わかんないけどなんかいやでもあの基本毛じゃないですか。まあ、そうだよね、うん、おばあちゃんだから毛が減ったのかしら。全然平気であ、よかった。朝起きたらここに犬がいてさ、いやかわいいと思いながらおはようってなってよかったんです。いいな。ちょっとさすがにうちのジャスミンは一緒に寝てはくれないです、ね、あ、本当いなくなっちゃいますか。あの抱きかかるとうーんみたいな声出してもうすごい勢いであの何ですか、母のベッドへ行ってしまいます。お母さんって強いよね。強い。お母さんいるとお母様行くもんな、まあ、お世話してるからっていうのはあるんでしょうね。そうですね、まあ、でも、うん、そんなワンコと戯れる冬でしたね今年は。そうですね、犬年だけに。そうですね、ワンですね。ワンですね。ワンダフルですね。ワンダフルですね、うん、ということで、はい、今日はこんな感じで、来週はどんなテーマが追加されているのでしょうか、お楽しみに。以上、深夜のパジャマ女子トークのコーナーでした。ここからは月曜日限定コーナー、本日はかりんのハロドラクッキング。イエーイ。このコーナー毎回鈴木愛理さんから食材を提案してもらい、それにぴったりのヘルシーレシピを紹介していこうと思います。はい、私が提案する食材は事前に言っておりません、うん、どんな食材を言っても速攻ですぐに答えてくれるんです。はい、かりん先生、今日もどんなリクエストでも大丈夫ですか？オールオーケーでございます。オールオーケーということで、今日はですね、はい、私からではなくてリスナーさんからこんなリクエストが来ております。はい、ラジオネームちどりんごはんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。かりんさん、あいりさん、こんばんわっす。わっす。おー、なんだか新しいぞ、うん、かりんさんのハロドラクッキング毎回楽しみにしています。あら、ありがとう。トマトを使った鍋が気になったので早速作ってみました。やった。もつ鍋をトマトスープにしてみたりグラタンっぽくしましたがバッチリ合いましたよ。よかった。年末年始は食べ過ぎ飲み過ぎになるのでヘルシーな食事を紹介してほしいですということで、うん、あら、お写真を送ってくださったということで。あ、本当や。本当にグラタンになってる。なんかすごいおしゃれなものになってない？イタリア料理みたいな、うん、本当に素敵な感じになってますけれども、いや、ありがとうございます。ためになってますね。よかった。なんかですね、こんな感じで来てるので、うん、やっぱ年末年始食べ過ぎちゃったりする人いるじゃないですか。そうですね。かりん先生は大丈夫ですか、その辺？今年の年末年始はちょっと意外とそんなに暴飲暴食できる環境でもなかったって感じで。あ、なるほど。はい、逆に良かったみたいな。逆に良かったです。ありますよね、はい、まあそんな感じだと思うんですけども、はい、まあ、あの年末年始普通はみんなねご飯食べ過ぎたりとかして。そうですね。太っちゃったりとかと胃腸が疲れたりとかしますので、今日はあの胃腸に優しいヘルシーなレシピを何か紹介してもらいたいんですけど。はい、いいですか？よろしいです。今日何を教えてくれるんでしょうか？はい、これはですね、自分で作るドレッシングを紹介したいなと思います。なんかこうね、最近何ですか、ノンオイル流行ってるじゃないですか。流行ってますね。でもね、ノンオイル私はおすすめしないんですよ。なんでですか？なんていうのかな、あのお野菜ってやっぱ繊維質でこういろいろねこう循環させてくれますけど体を、はい、流れにくいもの結構多いんですよ。こう体からなんか流されにくい、こう老廃物として溜まっちゃう時があって、でこう体に合わない方とかも結構いらっしゃるんですよ。私とかも結構食物繊維もあの海藻類の方が合ってて、そのキャベツとかの方の食物繊維はあんまり合わないんですけど、それでも何ですかね、油と取るとやっぱり相乗効果でいい感じになることが多いので、私のそうですおすすめとしては、あのオイル、本当に何のオイルでもいいんですけど、サラダ油はあんまりおすすめしないですけど、あのエクストラバージンオリーブオイルとか。出た、緑のやつ。緑のやついい香りのやつ、はい、とあとお酢もね入れて、で、あの本当に塩コショウだけとかでも本当に、ね、美味しいんです。意外と美味しくて。バルサミコとか入れないんですか？バルサミコももちろんですけど、私のおすすめはリンゴ酢ですね。はあ、うん、リンゴ酢。そうなんです。カーンってきそうです。すごいカーンってきそうなところがその油と結構いい感じ、いい感じになるので、やったらいいなって思うし、あとは豆乳をこう温めて、でそこにあのちょっと何ですかね、鶏ガラスープとかコンソメスープをちょっと
ちょっとだけね溶かすんですよ。でそれとオリーブオイルを混ぜて豆乳ドレッシングとか作ると美味しそう。かなり美味しいですし、そこにこうくるみとかをね割って入れたりとかしてもおしゃれ。そう、急になんか、うん、あの東京の都会で出てくるサラダみたいになるね。そうなんです。あ、ナッツ入れるとかなり満足感が上がるんですよ。へえ。あのロカボナッツってやつですか。ロカボナッツもいいですし、基本ねくるみが合うことが多いかなと、カシューナッツかな。へえ。でも糖質とかいろんなことを加味するとくるみの方がいいんですよ。うちくるみが最近流行りすぎてて家で、おお、あの素焼きくるみ、うん、ありますね、味が無なやつ、うんうん、あれ美味しくない？美味しいです。甘いなんかこういい甘さ。そう、くるみの甘さ、なんかリスみたいになった気持ちになんない？わかりますね。なんかすっごい木の実食ってるな、うん、自分みたいな。そう、まずでも裏側を見てカロリー見るとえってなりますね。意外とカロリーあるんだよね。すごいカロリーあるなっていう。だからそこの調節がちょっと難しいと思ってるんですけどもね、うん、結構ねちょぼちょぼって入れるくらいがいいかもしれないです。なるほど、はい、でもドレッシング結構大事ですからね。大事ですよ。野菜は体も冷える時もありますからね。そうです。しかもこうドレッシングって使い残しちゃうことあるけど、ある1回分それで作れば、うん、あの本当に調味料揃えるだけでいいので。確かに。そうです。節約にも、ね、すごく節約にもなります。うん、かりん先生さすがですね。そんな感じです。このドレッシングを作ることでサラダも強制的に食べることになりますからね。そうなんですよ。健康に良いということ で、はい、さあ、あのこのコーナーはですね、私が最後にあの点数つけるんですけど、はい、あの満点が三つ星ということで、はい、今日はどうしようかなと思っているところですが、はい、かりん先生のそのドレッシング知識、うんうん、結構使える、かつ、はい、うちで今ドレッシングめっちゃ流行ってる。おお。ということで、はい、本日は星3つです。やったー、嬉しい。もう今すぐにでも明日作れる。いや、ぜひお願いします。作ってみてください。作り置きもできるからね。作り置きもできるし、ぜひ時間があるとき皆さんも作って試してみてください。はい、ということで、今回はですね、あの星3つということで、うん、次回もかりん先生よろしくお願いします。はい、頑張ります。これからもね。ということで、今日のレシピは番組ホームページにもアップするので、ぜひ皆さんも作ってください。以上、かりんのハロドラクッキングでした。ここでは他にもいろんなコーナーを試してみたいとも思っていますので、皆さんから私たちにやってほしいことがあればじゃんじゃん送ってきてください。宛先はハロアットマークレディオハイフンネオドット JP、 HELLO アットマークレディオハイフンネオドット JP までお願いします。このコーナーでは東海地区をはじめ全国全世界のドラ A 場所やドラうめえものの情報をリスナーの皆さんに送っていただいています。採用された方には社員ポイントを授与。ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます。ということで早速紹介してください。はい、ラジオネームマーレさんからです。はい、アイリさん、カリンさん、こんばんハロドラ。こんばんハロドラ。本日紹介させていただくのは、キュートやジュースジュースのコンサートでお二人が訪れたことのある栃木県の小山市という市についてです。小山市は開運の町小山として言われています。戦国時代に徳川家康が軍を結束するための会議を小山市で行ったことにより、直後に行われた関ヶ原の戦いで徳川家康軍が勝利しました。この会議を小山評定といい、勝利という開運を手にすることができた小山評定跡はパワースポットになっています。今年新たなスタートをするアイリさん、今年20歳になり大人の仲間になるカリンさん、ぜひ開運をあやかってみてはいかがでしょうか、とのことです。なるほど。へえ、パワースポットね。なんかめちゃめちゃあるよね。今いっぱいあります今。どうですか、パワースポットにあんま興味のないカリンさん。そうですね。でもまあ、あの行ったらなんか感じるぜみたいなあるんじゃないですか。ありますね。来てます来てます的な、はい、あるんじゃないですか。感じます。あんま行かないか分かんない。うん、あるよ。でもすごい、あの、うん、パワースポットって言われてるところは空気がすごい違うのが本当に分かるとこもあるし、私一回それ行ったことあります。ある、うん、神社で山奥、めっちゃ山奥にあるとこなんですけど、うん、もう私だってなんか、あの、なんかもう何ですか、息がめっちゃ苦しくて、お母さんと一緒に、でもお父さん苦しくなくてとか、すごい怖かったです。なんか、あ、怖い、パワーがみたいな。あるよね。ありますね。なんか雨が降った方が神様が降臨してるから、その時行った方がいいとことかさ。そうですね。私もそのまた岐阜の話なんだけどさ、はい、岐阜 その行ったところもすごくパワースポットらしくて、行ってきちゃった。いいな。なんか黒い竜様が祀られてるとこがあって、へ、そこに行ってきたの。感じました？何か。よく分かんなかったんだけど、はい、でもなんか
ネットでこれくださいって言ったらもらえるお守りっていうのがあって、あ、それありました。私が行った山奥も振り返っちゃダメとかありませんでした？え、そうなの？私のやつは絶対に振り返っちゃいけなくて、帰るときに、帰るときに怖すぎない？そう、振り返ったら終わりみたいな。え、何が終わんの？なんか分かんないです。ついてくるみたいな。いや、あ、違う、それを持って帰るのになんかその振り返るとダメなことがあるみたいな。あ、むしろ 逆効果になっちゃうみたいな。ちょっとさすがにそれだから持って帰れなかったですけど、もう買って帰れなかったです、その逆に守りは。ちょっととりあえずパワーをもらうことだけにあやかってぐらいの。私なんか生まれたところの神社は行った方がいいっていうの昔から言われてて、岐阜生まれだから、はい、すんごい久しぶりにもう15年ぶりぐらいに行って、おお、土手に最高って思いながら帰ってきた。いやー、いいですね。嬉しかったですよ。そう、帰る場所があるっていうのはね。そうですね、最高なことでございますよ。が、小山市はどうしましょうかね。どうします、ポイントですか。はい、私なんかこの徳川さん結構好きなんだけどさ。あ、そうなんですね。そう、あの辺の方好きなんだけどさ、でもちょっとあまりこうパワースポット行き過ぎてもっていうところあるんだよね。なんか喧嘩しそうですよね、自分の中で神様が。そうなんだよ、いろんな将軍がここでなんか戦争始めちゃう感じ。そうですね、怖いよね。どうします？じゃあ大山の3文字で、はい、はい、3ポイントいいですね、はい、そういうパターンあるからね。そうですね、うん、じゃあ今回3ポイントということで、はい、皆さんからの全国世界のドラ A ネタをお待ちしております。じゃんじゃん情報送ってきてください。はい、情報の宛先はhello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで。以上、こちらハロドラ探偵社ザ・ワールドでした。続いてはふつおたのコーナー。イエイ。ここでは質問や応援メッセージなど普通のお便りを紹介していきます。はい、まずはこちらのお便りです。はい、ラジオネームネゲレーションさんからです。アイリちゃん、カリンちゃん、こんばんは。こんばんは。2018年になってすぐアイリちゃんはツイッターを始めましたね。はい、個人的にインスタやブログよりツイッターの方が距離感が近い気がするので、アイリちゃんがツイッターを始めると知った時はとっても嬉しかったです。あら、ありがとう。ブログやインスタとは違った面白さとか楽しみ方は分かってきましたか？カリンちゃんもこの先個人でツイッターやインスタをやるとしたらどんな内容の投稿したいですか、とのことです。なるほど、うん、難しいよツイッター。難しいですか？なんかね、わからない。よくまだよくわかってない。本当ですか？うん、なんか私もちょっとあの内容送ってあの上げていただいてるので、うん、マネージャーさんに全然やり方わからないんですよ、うん、あ、ジュースジュースもう送あれ出してるの？そうです、ジュースジュース全体のやつがあって、時々メンバーもつぶやくし、スタッフさんもつぶやいたり情報をつぶやいたりって感じです。なんか難しいんだよね。最初インスタグラムから入っちゃったから、はい、ハッシュタグの使い方とかよく分かんなくて、ツイッターの。分かります。いろんな人のアカウントとか見てなんか勉強してるんだけど、はい、なんかファンの人とかコメントにやっぱもうみんなツイッターのもうプロだからみんな、まあ、そうですよね。アイリちゃんみたいなツイッターハッシュタグなくても検索に引っかかるよとか、はい、いや、どうしたらええねんと思って、もうそうですよね、難しいわと思いながら、なんかでもハッシュタグあった方がいいんやろとか思いながら、うん、そう、すごく分かんなくて、うん、結構ずっと勉強中。でもなんかツイッターの方が、うん、あのリアルタイムつぶやきじゃない、はい、あと後から編集ができないっていうのを知って、あ、なるほどと思って勉強がいっぱい。私もちょっと分かんないです。分かんないよね、うん、あ、だ、リなんとかリなんとかが多すぎて、リツイートとあのなんかあんだよいっぱい、あ、ボタンがいくつかあんのよ、あれリツイートしか分かんないですもん。そう、よく分かんないのよ。なんか何 リツイートってとこに、はい、リツイートと引用リツイートっていうのがあって、この差は何なのっていうとこから全部なんか文を引用するってことですよね。そうみたいなんだけど、あれ全部怖いじゃん、なんか一発押したらなんかすぐなっちゃったりするからさ、うん、そうですよね、なんかどうしようみたいになってさ、結構すごいウェブで調べまくって、うんうん、ツイッターの攻略法とかめっちゃ見ながら、そうですね、なかなか躊躇してできないっていう。わかります。でももう全然あのやってもらっちゃって、ブログの上げ方もだってわかんないし、え、なんて言うんだろうな、ウェブ箱入り娘感、うん、でもアメブロ結構簡単だし。本当ですか？インスタも先にそっちやってたから安心感はあるんだけど、うん、ツイッターってなんか確認なしにとりあえずすぐ行っちゃうのよ、ピョンって。あ、リツイートなんかボタン一つでってことですよね。そう、押してやりますか OK じゃなくて、押した瞬間にもうなんかビューンみたいになってて、はい、
あららら、できちゃってるわよ、こんにちはみたいな感じで、すごいびっくりする自分のツイートに。ちょっとそれを今後ね、もっともっと使ってもらえたらいいなって思う感じですけど。そうですね。なんかどんな内容の投稿したいですかって質問に答えてないんですけど。あ、そうだね。とりあえず告知します。はい、どうぞ。はい、それくらいしか言えることがありません。そうね、わかりません。お知らせします。なんとか。そうなんだよ、しかできないんですよね。でなんかお知らせばっかだとさ、みんな見ないしさ。そうなんですよね。 Twitter と Instagram もそのフォローしてる人たちの使ってる層も違うからさ、すごい頭の中が混在しててさ、なんかすごい大変。鈴木愛理誰みたいな、自分分かんなくなってくる。はい、そんな感じらしいです。ということで続いてこちらのメッセージです。はい、ラジオネームあやかさんです。はい、鈴木さん、宮本さん、こんばんは。こんばんは。初めてメール送ります。はい、カウントダウンコンサートに参加してきました。ありがとう。たくさんコンサートには行ってきましたが、カウントダウンは初めてで、とても素敵な年越しができました。よかった。鈴木さんのソロ活動の発表、嬉しすぎて泣いてしまいました。よ、キュートの開催以降、ジュースジュースの宮本さん推しとして、ジュースの現場で幸せな気持ちにさせてもらっていたのですが、さらに鈴木さんのソロが始まるということで、今まで以上に幸せな1年になりそうです。お二人が最近嬉し泣きしたのはいつでしょう。どういう時が泣いちゃうくらい嬉しく感じますか、とのことです。なるほど。なんかすごいさあ、いいのにね、愛理ちゃんとかりんちゃんで、すごいなんかご丁寧に、宮本さん、鈴木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。だけどもありますか、嬉し泣き。嬉し泣きですか。私最近嬉し泣きはしてない。ステージ上とかじゃないですか、私たちってやっぱ嬉し泣きする場所というか。そうだね、嬉しいことが発表される場所ってやっぱり皆さんの前だったりすると思うんですけど、嬉し泣きはね、なかなかしないかな。そうだよね、なんか嬉し泣きなのかびっくりして泣いてんのか、よくわかんないよね。涙って不思議ですよね。涙って不思議よね。わかるわ。どこに作用してどこの神経にこういってこう涙が出てるのか不思議だと思うんですよね。本当に体ってすごいよね。でもなんかキュートが初めて武道館やりますって発表された時は、泣いてた、ね、あ、涙出ちゃったね。もう私たちもその発表見てますから、いつもそういう動画とかでもいっぱいあるじゃないですか。あ、そうね、発表されたみたいな、もうみんなすごい見てました。本当、あれがだからすごい、あの時はすごい夢叶うぜみたいな気持ちで嬉し泣きだったのかな。わかんない、あれが嬉し泣きというのかどうかっていう感じなんだけど、まあでもあれぐらいですよ、なかなかないよ。そうですね、泣けない時多いしね。泣いちゃったら歌えないみたいな。泣いちゃいけないなって思う時結構多くて、そうステージとかでもね、こう泣きたいけど今泣いたら違うって思って頑張って我慢したりとかね。そうだね、でもなんかこんな私のことだけどさ、私がソロ活動で出てって泣いてくれるなんていう人がいるっていうのは、もうそれがむしろ嬉し泣きだよな、こちらからすると。いやでも本当にみんなもうめっちゃがっついてましたからね、鈴木さんのそのソロのリハーサルから。いやなんかちょっと聞いて、なんかさ、私その日初めてやるっていうことで、その結構決まったのが結構急遽だったから、はい、中野の前日に中野でリハーサルさせてもらったの、先に、はい、緊張しすぎて。まずでその当日もリハやった時に、よし当日はもう本番通りにできるかもしれない、とりあえず落ち着いてやろうと思ったら、後輩がめっちゃ座ってくれてたじゃん、客席にすごい見てくれてて、変な緊張しちゃって、なんかすごいドタバタしちゃって、緊張しちゃって一回で歌い逃げしちゃった。いや本当にでもね、みんなであーかっこいいなって言って、いや全然、あの時は結構一番なんだろうな、ミカセガールもね、いろいろ今アルバム作ってる中であの曲にしたのも結構いろいろ考えてあの曲にしてて、はい、一番なんかとりあえず明けましておめでとう感、はい、とりあえずあるなっていうのと、なんかやっぱり急に今までと全然違うことをするとみんながびっくりしすぎてついてこれないかなと思って、とりあえず今までに一番近い感じ、キュートの鈴木愛理の時と一番近い感じの楽曲を持ってったっていうのがあるんですけど。ああ、そうなんですね。そうだからこれからもまだ緊張することが多いんだろうなと思いつつ、いやでも楽しみに待ってますよ。いや本当にめっちゃ嬉しかった。でも後輩が見てくれるってこういう感じなんだと思って。いやでも本当にすごい、もうね、なんて言うんでしょうね、急
キラキラしてて手の届かない存在っていう、いやいやいや、すぐそこやでって感じだけどもう私今はすぐそこですけど、その時はもうどうしようと思いましたよね。この人とおしゃべりしてるんだと。こちらこそだよ、本当にみんなすごいなって思うよ。いやいやいや、頑張りましょうね。お互いに輝けたらいいなと思いますけど、はい、そうだね。じゃあこれからもたくさん嬉し泣きしてもらえるような活動をしていきましょう。はい、そういう感じでどんなメッセージでもいいのでじゃんじゃん送ってきてください。夜11時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れのお時間です。今回のハロドラはどうでしたか。どうでしたか。逆になんか意外とさ落ち着いてたよね今回ね。結構落ち着いてますよね。マジマンジの回から比べたら結構もうマジマンジの回はほんとマジマンジしか言ってなかった。本当よ、マジマンジのさスタンプあります。スタンプもできちゃったからさ。そうなんですよ、もう貼り付けっぱなし。貼り付けっぱなしだよ、受けっぱなしだよ、もうねマジマンジ押したくなっちゃう、ね、もうやっぱり、ね、それに比べたら結構落ち着いた回だったかなと思いますけど。そうですね、うん、まあ新年明けて、まあ、今年に入って、ね、まあ芋を休む頃にテンションも一度落ち着くっていう。そうですね、またあれじゃないですか、弾け飛んで、ね、行く回もあるんでしょうし、こういう回があってもいいんじゃないですか。そうそう、やっぱ皆さんの耳にいろんな刺激を与えたい。そうですね、そういう感じで、はい、今回はこういう回でしたということですね。はい、さてこの番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています、はい、ハッシュタグハロドラをつけてツイートしてもらえれば私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いいたします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。はい、ここでジュースチュースとハロープロジェクトからのお知らせです、はい、ジュースチュースはライブギア2018ゴーアヘッドっていうですね、あの本当サブタイトルもねちゃんとつきまして、はい、またライブハウスのツアーをやらせていただきますので、はい、ぜひね来ていただければと思います、はい、そしてハロープロジェクトはですねハロープロジェクト20th Anniversary ハロープロジェクト2018ウィンターパーフェクトスコアフルスコアというですね、はい、あの毎年恒例のハロープロジェクトのコンサートをやっていまして、はい、1月27日28日にですね愛知県の芸術劇場大ホールにて行いますので、はい、お近くだと思うのでね聞いてくださってる皆さん、そうだね、ぜひ来ていただければいいなと思います。よろしくお願いします。そして鈴木愛理はですね SNS インスタグラムとアメーバブログとあと年明けからツイッター始めまして、うん、でそのツイッターからもインスタグラムからも飛べるんですけどオフィシャルのウェブページも出来上がってそこに少しライブ情報とかが載ってたりとかして随時更新していきますので、うん、どちらもお見逃しのないようにぜひチェックしてもらえたらなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、火曜日はピンククレスの夏焼きみやびちゃん、二瓶ゆうかちゃん、椿ファクトリーの尾形梨沙ちゃんの3人でお送りします。明日も夜11時からチェックしてくださいね。それではハロードライブハロドラ月曜日、ここまでは鈴木愛理とジュースジュースの宮本かりんがお送りしました。それでは皆さんまた来週。